始まるよ。どうも皆さんこんにちは、タルバック工場のアンドゥです。今回もワンタップミステリー、こちらのゲームで遊んでいきたいと思います。それではスタート。さあ来ました、本編第1章1話、どこかの家での何気ない日常。1年生の息子が通う学校、小学校でとある噂が広まっているらしい。それはどんな噂だろうか。どこかの家での何気ない日常。噂、どんな噂、なんだろう、これかな、この変な書道、違うわ。この絵かな、噂って。違う、あ、絵だわ。何これ。息子の手元には顔の右半分がただれた似顔絵がある。この不気味なお化けの噂が小学校で流行っているらしい。あ、なるほどね。深夜夜遅くにこういったお化けが現れるみたいな。確かによくあるよね、そういうの。小学校中学校とか。息子はクラスで喧嘩をしたようだ。息子のどこを見ればそれがわかる。このあざだよね、きっと。なんか強く掴まれたみたいな跡がありますね。これが本当に喧嘩なのかってところよね。僕は違うと思うね。息子の腕にはあざができていた。殴り合いの喧嘩をしたけど、その後ちゃんと仲直りもしたと息子は言った。あ、じゃあちゃんと喧嘩だわ。ちゃんと幽霊じゃないわ。息子は無事に仲直りできたと思い込んでいるが、喧嘩の相手は本心ではまだ息子のことを嫌っている。そんなね、ネチネチしてるやついる？小学生で。この書道か、喧嘩の相手って。正解。これでもなんで、これがなんであの嫌ってるって分かったの。紙に書かれた文字は一見すると好きと読める。しかし上下を逆さまにすると死ね。あー、なるほどね。確かにね。おい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 、陰湿だな、やり方が。小学生とは思えないぐらい陰湿なやり方やってるんだけど、やばすぎだろ。母親は冷静に息子の様子を見ていたわけではない。その感情の動きが推察できるのはどこか。あ、この左手拳、これ握り、感情の動き、この落としたスプーンか、動揺しちゃったってわけだ。なるほどね、間違いない。母親は息子のアイスを様子を見ながら驚きだまりアイスをこぼしてしまった。しかしそれだけでは終わらなかった。次に息子が発した言葉を聞いて、母親は青ざめ発狂し髪を破いた。発端は5年前に遡る。続く。何これ、なんかストーリー性になってきてんだけど。これ、5年前のある日、朝の満員バスから女性が叫び声を上げながら飛び出した。女性はなぜかびしょ濡れだ。その原因は何だろう。女性はなぜかびしょ濡れだ。あ、本当だ。このペットボトルかな、これが壊れちゃったから。車内では当然普通に過ごしていれば水を浴びることはない。また誰も傘を持っていないことから直近で雨が降った様子もない。女性は停車直前に車内でペットボトルの水をかけられていたのだ。なるほどね。これはあれかな、降りた瞬間に意地汚いおっさんかおばさんが怒り散らして水をかけた。そう推察しますよ。ペットボトルの水をかけた犯人は誰だろうか。多分この男でしょ。抑えられてる、間違いないね。女性に水をかけた瞬間は車内で大勢の人間が見ていた。目撃者の一人が意見にその話をしたことで彼は取り押さえられた。しかし彼は誤解だと身の潔白を主張している。いやー、もうね、苦し紛れすぎるね。だってもう大勢があんただって言ってんだったらあんたなんだよ。もうね、しょうがない。女性はまだ叫んでいる。車内で水をかけられたとはいえ、そこまで長く叫び続けるものだろうか。女性が叫んでいる理由を知っていそうな人物を探そう。この女の人かな、警察の方持って、なんか、いや違うんですみたいな。もしかしてやっぱ自分でかけたのかな。女性は車内で座ってうたた寝をしていたところ、顔面に、満員バスでその瞬間を目撃した人はいなかったが、その後女性が痛みを訴え叫び始めたため、周囲の人は事態を把握できた。とっさの判断で、ある人は緊急停車ボタンを押し、ある人は持っていたペットボトルの水で硫酸を洗い流してあげようとした。ごめん男、お前めっちゃいいやつだわ。お前じゃあ、なるほどね、確かにそれは誤解だわ。ごめん、俺が人を見る目がなかったね。これ硫酸をかけたやつが一番良くねえわ。誰そいつは。水をかけたのは全員によるものだった。つまり硫酸をかけた犯人が他にいる。被害女性は硫酸をかけられた瞬間に目を覚まし、ぼんやりと犯人の黒い袖口を見たという。本当の犯人はどこ。黒い袖口、黒い袖口って言ったらさ、1,2,3 じゃん、こいつだな。このフード怪しいよね、間違いない。このフードだ、やっぱりね。フードつけてるやつは大体犯人だから。黒い服装の人物は何人かいるが、被害女性が腕を見たではなく黒い袖口を見たといったことや、硫酸を隠し持っていたことから長袖の人物が犯人だと推測できる。
女性は硫酸の被害によって顔の右側が火傷のようにただれてしまったらって、これひどいね。続くだ、まだ続くのか。でもいや、今回はちょっとここで終わりたいと思います、うん、バイバーイ。皆さん、今回の動画はいかがだったでしょうか。この動画が面白いと思ってくれた方はチャンネル登録と高評価の方をよろしくお願いします。また概要欄の方に Twitter と TikTok のリンクの方も貼っていますので、そちらの方をチェックしてフォローしていただけると嬉しいです。それではまた次回の動画でお会いしましょう。バイバーイ。